ほい、来たお客さん。三成様から預かった沢山の城をかけて、俺と一丁勝負と行こうぜ。でもそうだな、普通に金をかけてもつまんねえし、ここは一つ別のもんで行くとしましょうか。ちょいと俺と7番勝負ってのはどうだい？俺は超に張った。さあさあ、才を振っておくんな。お体に力がみなぎっているようですぞ。次もこの調子で参りましょう。もしこの世に大将しかいなかったと考えると、まさにそう、この世の没落。2番勝負だ。豆腐もバッジも超に限るってね。さあさあ、あんたのやる気バシッと張ってもらおうじゃねえの。あら、あなた、そろそろ来る頃だと思っていたわ。ゆっくりしていってね。でも、飲みすぎはダメ。今日は拙者のおごりだ。遠慮なく飲むがいい。おかみ、酒も食い物もどんどん出してくれ。ありがてえけど、この人すぐ酔っ払って、おごるって言ったこと忘れちまうんだな。あなた、ダビー教じゃないわよね。もしそうなら、ここでの同活動お断りよ。仲間がいる、敵がいる、そんなでっかい無敵が欲しい。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。俺はまたこのすげえ大将の夢を見ちまうのか。夜眠るのが怖いぜ。叫びすぎて息が切れていても、忍び使いが荒いぜ。力を合わせろ。俺は無敵。おっと、そちらさんの勝ち。やるね、あんた。やばいぞ、サコ。なんだか敵さん、ますますやる気が出てきてないか。1日100回、そのご尊願を拝まねば気が済まぬのです。サスケさん、俺たちの姿が見えないんですけど。3番勝負だ。頂上ハッチで俺は勝。もしあんたが負けたら、守りは忘れて突っ走るってのはどうかな。本当にさ、分かってないわけ。上の連中はさ、俺たちはさ、褒められて伸びるつうかさ。そうね、大変だわね。わっはっは、おかみ、無敵だから今日も寄ってみた。あら、あなた、出入り禁止と言ったはずだけど。喉が潰れて、この後の現場に行けなくてもいい。とにかく大将の仕事をみんなに伝えたいぜ。いつか無敵を5人揃えて無敵戦隊を結成する。
って血の涙だ。おお、何やら守りの力が上がったような気がいたします。なんか怪しい気もするけど、いや、結果は結果だ。あんたの勝ちだよ。この俺をそばに置こうというお前のその目はまさに無敵。ご覧ください。次の勝負、ちっとばかしでっかく張るぜ。ここで勝ったら力が倍ってのはどう？やりすぎ？決めた。ちょうどいいの超でどうだ。お前たちにわかるか、最強であるがゆえの苦悩が。なぜ前立てが愛なんですかとか聞かれる辛さが。そうなんですか。その呼び方、いい加減読み取ちゃうだ。姉さん、いいじゃないですか。俺らにとって姉さんはいつまでも姉さんさ。姉さん、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 たくよ、飲まなきゃやってらんねっての。あなた、玄米茶に飲みすぎよ。番茶で少し頭を冷やしなさいね。よー、たったった、たったった、たった最初。ちょっと天海様、佐藤君誰かと遊んでるよ。そのようですね。はて、どちら様でしょうか。武田の道場など古い、時代は直江無敵道場。こっちが当たってば、かわいい。なんだこいつ、もう潰れたのか。情けない。もう少し一緒に飲んでいたかったのに。マジでか、ここで俺が負けるとかありえなくね。おお、勝ちましたな。みなぎる攻めの力で一気加勢といきましょうぞ。左近君、実はここ一番に弱かったりして。五番勝負、残りも少ないし、ここでドーンと気合い入れてこうぜ。勝負、やっぱ反射、反射反射。おちょこが辛いよ。何か飲む？おかみさん、カルアミルクってあります？今今日ですっごい流行ってるって聞いたんですけど。うん、美味しくできた。お醤油が切れそうだな。子供にバビーランドへ連れてけ連れてけってせがまれるんだけど、あそこ教育に悪そうじゃない。大将のご存感を模した弁当を持ってったら、うちの子が寺子屋で大人気。おかしいな、まさかあんたなんかやってねえよな。おい左近、敵さんずいぶん気合入っちゃったよ。知り合いの子に教えを壊れる俺こそ至高の無敵。剣心様の窮地を救い褒められた俺こそ超無敵。お次の6番は、おや、今日は催し物があると聞いてきたのですが。ここは業務さんの客人2人がお相手だ。ちょっと、どうして僕が。
本気で死ねないぜ。まあまあいいではありませんか、キングさん。私たちも楽しくやりましょう。体調には気をつけろよ。この無敵との約束だぞ。流れがいいうちに終わらせたいね。無敵、素敵、不敵、無敵。よし、今日も完璧だ。肩をお乗りします。この手の骨が砕けるわぜ。全部夢で、目が覚めたら温かい鍋をしてるんだ。またお会いしましょう。おそらくは表側でな。まずいぞ、サコン。灯籠用の金子を持ってかれた。ちょっとあんたらひどすぎじゃね。そんじゃば、次はいよいよ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。シーマサコン入ります。お待ちかね、7番勝負。俺とガチンコ対決でどうよ。シーマのサコンに過ぎたるものが2つあり、三成様と任せてくれたこの城だ。よっと。あれ、俺のサイコロどこ行った？熱い、熱いぜ。ヒリヒリするわ。鉄火場での土壇場、バッチはこうでなきゃな。命の順番つけさせてもらうよ。覚悟は用語だぜ。尻尾巻いて逃げちまった方が良くない？サーコンさん、三成様のミスを言うことにまた博打か。いやー、ほらさ、堅苦しいのは抜きってことで一つ。あら、お帰りかしら。そうね、ちょうどいい時間ね。それじゃ、よろしく。またのご来店。構えてみな。つまらないやつだな。つまらないやつだ。おー、しまいっと。じゃ、行かせてもらうわ。意外としょってるものが大きいんだよね、俺様。